ジャン君、ジャン君おいで。ジャン君、ジャン君。ちゃん、クッションは気持ちいいんですか？気持ちいいらしいですよ。ポンちゃん、ローナノシみたいで。ずっと鳴ってるね、ポンちゃんね。ポンちゃん、高いとこ乗れてよかったね。そして、ジャン君は、またこの古い段ボールですね。古いものを大事にするね。ジャン君、ジャン君、ご飯の用意が今されていますよ。なんかにゃーにゃーって言わずにじっと待っているんだね。そうなんですよ。ジャン君偉いね。じゃんけん、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 はい、もらえそうだよ。じゃんけん、どっちがいい？マグロだよね。ポンちゃんはささみだよね。はい、ちょっとよくちょっとおしわり、お、おしわりさせて前に行ってね。はい、行くね。ポンちゃんは、はい、もうすぐだからね。あ、ポンちゃんも降りてきた。はい、ポンちゃん、おはよう。ポンちゃん、ポンちゃんよ、ささみだよ。はい、二人ともおとなしく待ってます。はい、よいしょ。今日はお皿に入れて食べようね。はい、どうぞ。ポンちゃん、こっちおいで。ジャン君、どうぞ。そこで泣いてる。ポンちゃん、こっちおいで。ほら、ここ、ポンちゃん、ポンちゃん、ここ、ここ、ポンちゃん、ポンちゃん、どうぞ。口元に持ってかなきゃダメ。そうなの。ポンちゃん、いい子だねっていう話したばっかりなの。ポンちゃん、お嬢様なんだもんね。最近お魚系はあまり食べなくなったので、鶏ささみとかが多いです。ね、はい、ごちそうさま。早いね、ジャン君。
少しだけ違う味が味見できていいね。美味しいね。まいちゃんはマグロの、こっちここに少しだけついてるよ。この端のところ。そうそうそう。はい、いい子だ。はい、リカさんね。うん。じゃあポンちゃん、はい、カリカリです。ペコもカリカリ食べる？ゆっくりね。食べないでね。ゆっくりね。はい。忘れちゃった。ポンちゃんごめん。ポンちゃんの好きなやつ入れ忘れちゃった。はい、ここも。ポンちゃんくんもこれ。はい、どうぞ。クリスピーキッス。これが好きです。ね。お気に入り。ここ見直さない。はい。はい、ポンちゃんが。ポンちゃんとこないとこ。カリカリにはこのトッピングをつけます。ジャン君お休みの体勢になっていますが、またいただき物です。いただき物です。ありがとうございます。すぐお礼を言います。ありがとうございます。あ、じゃあ先に出しちゃおうかな。はい、はい、はい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 。これと、はい、あ、これは中身が見えますよ。はい、お、なんかいっぱい。あ、シヌキーだ。お、これは何？たくさん詰めていただき、面白い。ありがとうございます。それ開けてみようか、じゃあ。かわいい。なんだろう、これ。リスかな？リスのプリントってことかな？これあれだよね。トイストーリーの新しいキャラクターだよね。うち見てないんだよね、まだね。あ、これどうやって開けるの？これ、キャラクターが切れちゃうってこと？あ、ハサミさん。じゃあ後ろで。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、あ、取れない、取れない。うん、箱についていました。お、よいしょ。はい、一体何でしょうか？トイストーリーの絵でしたよ。パカ？お、パカ？お、え、ゼリーかな？フルーツゼリーかも。はい。あ、トイストーリーの。トイストーリーのキャラクターを使った。そうそう。これが箱。これが、うん、あの新しいキャラクターで、うさぎさんの、うん、確かうさぎさんのキャラクター。よくさ、こう、うん、入れ物を売るために中にお菓子が入ってるがあるけど、これは半々ぐらいのウェイトだね。ちゃんとしてるよ。これを入れるための箱ですっていうことにしては、ずいぶんなんかメカニカルになってるね。メカニカルか。まあよく、あの、子供部屋にさ、おもちゃをしまったり、うん、あの、T シャツしまったりするやつ。ここに縦に積んでいけそうな感じなんですね。そう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 。そういう、あの、本当にある、あの、なんていうの、インテリアの、うん、あの、お片付け用の箱をそのまま、そう。あ、そっか、おもちゃだからか。トイストーリーで。そういうことか。おもちゃ箱、ひょっとしてアメリカのおもちゃ箱ってみんなこんな形？いや、そうじゃないけど、日本でもそれ売ってるようなそういうこういうので積んでいって、うん、子供ほらこうやって開けられるから子供が出したり、ね、うん、でこうやっていっぱいも開けられるしっていう、うん、そうそうそう。はい、まあちょっと目に馴染みのないものでしたが、なるほどと言われそうな感じね。うんうん。はい。ということでした。ありがとう。ありがとう。すぐ食べまーす。食べまーす。じゃあちょっと一回これに入れておいてください。はい。はい。そして今度はスヌーピーになります。スヌーピーさんでーす。キャラクターの。スヌーピー息長いね。うん。スヌーピーかわいいね。僕が中学の時とかからだからな。メモリー、USB メモリーって書いてあるよ。かわいさでつい購入。あ、なんか形。虫の絵になってるんだけど。あ、なんだろう。あ、これは虫よけだね。あ、そっか。逆にこれとは別で、こっちはこっち。そうそう、USB メモリーは、あの、猫の手になってるよ。ほら。あ、かわいい、はいはいはい、ほら、見える？なるほど。かわいい。そういうことなのね。これが USB、お、ほんまや。ほら。
これでもさ、あの取引先に「はいデータです」って持って行ってよくさ返してもらえずにっていうことがよくあるのでそういうのに使えないね。絶対使えないよ、うん、かわいい、はい、ありがとうございます。もったいなくて使えません。ちょっとあのコンピューターに入れてみないと中身の容量がわからないから、ね、そうだね。で最近さ容量多い大きいんだよね。そうなんだよね、ちっちゃくてもね、なんかかわいいからと思ってもね、うん、でこれそしてこれは虫よけですね。虫よけさんなんだっけ、あの超音波みたいなやつでやるやつじゃないかな、うん、そうなんだ。これ何、ゴキブリさんもいなくなってくれるってこと？そうだね、嫌がる音が、音っていうのは周波数が出てるとかそういうことじゃない。なんかちっちゃいあのなんか匂い消しみたいな。あ、ここに刺す、あ、電源を入れればもうそのまま使えるはい、なんかへやってみます。台所にいいよってなってね、うん、こうやるとちょっと新幹線っぽい感じ、うん、へえ、ね、こんなのあんだ、知らんかった。はい、はい、次はありがとうございます。レモン&レアチーズ、レモン&レアチーズのマシュマロだね、これ。マシュマロ、へえ、あ、かわいい形が入ってる。あ、レモンの形のと雲の形だ。雲はレアチーズなのかもしれないね。それぞれの味ってことかな。そっか、そうかね、そうかもね。はい、へえ、ちょっと珍しいのをいただきました、うん、そしてこんにゃくせんべい、やったこんにゃくせんべい、こんにゃくだったら食べてもいいねってことだよね。カロリーないし体にいいねってことだね。これは何かな、コーヒーっぽい、水出しアイスコーヒーと果物で贅沢な時間。え、果物？コーヒーにフラル系、フルーツコールドココーヒーにバリュー。なんかよく紅茶にアイスティーにあのオレンジとかレモンとか入れてフルーツの味とかリンゴ入れたりとかするやつ。香りがついてるってことなんだね、きっとね。これをコーヒーでやるってこと？そうなのかね。へえ、コーヒーは初めてだ。はい。どうやって開けるの？まあ開けてると時間が。じゃあ後で。はい、後でね。はい。はい。あ、これもこんにゃくせんべい。はい、こんにゃくせんべい。味違う。あ、こっちが梅ってこっちは何だったんだ。わかんない。はい。こっちがきっとノーマルな味。で、次は。はい、次は。これここに乗せていい？はい、じゃあ富士山です。んー、何ですか富士山？何、なんか霧の箱に見えるけど、なんか立派な箱が に入ってるよ。霧風だろうね。日本製だよ。あ、切れちゃう。でも仕方がない。はい、立派な、え、どっから来てるの？下がバカってある、そうだね。こうか、こっち上だね。あ、はい、なんだ、ん、タオル、富士山、赤富士のタオルってことだね。上がちょっとグラデーションになっていて、はいはい、白で、あ、下はピンク。本当だ、そっかそっか、そういう色の、富士山に見立てた色のやつってことだね、うん、なるほど、なんか立派なこんな箱に入ったタオル、いいやつ、ね、いいやつかどうかの判断がうちだとつかないけれども、いいやつなんだよね、きっとね。うん、きっとそうだ。はい、はい、そしてなんかいっぱい入ってるよ。いっぱい入ってるよ。なんかプロヤ君が好きそうなやつがいっぱい入ってるよ。食べっきりパック、よくぶら下がってるやつね、スーパーでね。ごめん、今の富士山のにももう一個入ってたよ。はい、あ、ウィルスガード、洗える手袋。あ、なるほどね、なるほどね、うんうんうん、よくあのなんだっけ、警備の人とかがつけてる、はいはいはい、はい、ね、なるほど、まあ、なんかの時には手袋でっていう風にするのがいいかもね、うん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 、はい、どうもありがとうございます。あのよくね、レジの人とかお店の人が、うん、あの手袋してるんだけど、うん、ちょっと前にお客さんでも手袋してる人見かけた、透明なやつ、ね、うんうん、いいんだと思うよ、はい、また、はい、バトラーメン、懐かしいね、北海道のだから美味しいよきっと、うん、はいはいはい、食べたことあるね、うん、美味しいやつ。そしてこれもラングリー、ラングリー、あ、ラングリー美味しいよね。
このここのクッキーもこの中も美味しいよね。はい。なんかいっぱい。ということでまたたくさんいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。黒い猫がどっか他の部屋で寝てるんですね。なのでチェックには参りませんでしたが、ここから見つめていました。ちゃんくんも見つめてました。じゃあここにちょっと並べて。ちゃんちゃんは。残念ながら寝てますね。はい。ジャン君の前には可愛いこれを置きたいな。うん。水色だし似合うよ。似合う、ジャン君。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ポンちゃんチェック。はいはい、ふむふむ。はい、ふむふむ。ちゃん、ポンちゃん、お菓子ふみふみポンちゃん、にゃーん、ポンちゃん、向こうのお部屋から帰ってきた途端にふみふみしています。ポンちゃん、うん、ジャンなの。そしてジャン君は挟まれる。はい、挟まれて落ち着くジャン君でした。